はい、本日はですねこちらレトロ X パタゴニアの名作なんですけども、こちらをですね2年着用して分かったことというのをご紹介していきたいなと思います。まずはですねこちら長袖バージョンのレトロ X の方とレトロ X ベストっていうね裾出がないバージョン、この2つがあるんですけども、こちらなんと今年から価格が変わっております。でまあこれ購入してるのは2年前のモデル、去年のモデルなんで、以前までは2万7000円の消費税、2万9700円だったんですね。だから3万円ギリ切るかなっていう感じだったんですけど、今はなんと3万円の消費税になってますので約3000円の値上げがされております。約というか3000円ですね。で今年に関してねどれぐらい大きな変更があったんかっていうのは僕はちょっと持ってないんでわからないんですけども、まあ大きな仕様の変更っていうのはなかったんで、まあ、これを使ってみてどうやったかっていうのを今回お話していこうと思います。まずはですね着用していきたいなと思うんですけども、まあレトロ X といえばですねこのバイキンマンみたいな色が定番ではないんですよ。こっちにあるようなよくホワイトっぽい感じでこうネイビーのねナイロンが当て布されてるっていうのがよく見るレトロ X のもうザ定番のアイテムかなと思うんですけど、それのね、これは2019年モデルかな2020年モデルかな、のものになっておりますので、今現在はこの色味は販売されてないんですけども、当時もあまり人気がなかったっていうことでこちらセールにかかっておりましたけどもね、今はもう多分売り切れてないと思うんですけど、これ僕は M サイズで着用してます。身長178センチ体重70キロで M サイズで着用してるってね、こんな感じの、サイズ感です。おそらくジャストかなと思うんです。そんなにピチピチでもないしオーバーすぎるような感じでもないから、もうさって羽織れるようなねイメージなんかなと思います。そして一応ベストの方も着ときましょうか。はい、こちらベストの方も着させていただきました。サイズは同じく、M サイズですね着用してるんですけども、まあ、袖がないのがね僕はあんま似合わないかもしれないですけども、この色味ね以前アンケートを取った時にダサいフリースは何ですかってアンケートを取ったら、ちょっとモコモコして茶色のやつとかってカリウドみたいでちょっとダサいんちゃうかってお声いただいたんですけども、まあ、まさにその感じになってますよね。僕が着るとちょっとこうダサいんですけども、まあ、着る人によればねかっこいいと思いますが、まあ、こんな感じがサイズ感ということになってます。ではですね2年着用してみて分かっていったことっていうのをねどんどんお伝えしていこうかなと思います。ちょっとベストに関してはあんま着てないですし、はっきり言ってベストよりもこの長袖タイプというかジャケットの方がね気になる方多いんちゃうかなっていうことで、これをねどんどん話していくんですけど、まず一つ目っていうのはですね、結構ずっしりしたアウターに見えるじゃないですか。結構がっつり羽織ってるなって感じやねんけども、それでもね重さがそんな重くないですね。 770g ぐらいの確か重さやったと思うんで、まあフリースってね全体的に軽いっちゃ軽いんやけども、その中でもこれはねいろんな機能がある中でこう軽いっていうことなんで、こう見た目よりかはさっと羽織れる。だから例えばレザーとか、あとこういったこうデニムのジャケットとかに比べると1日着ててもね疲れにくいっていうのがこのレトロ X の特徴なんですけど、まず軽量であると。でその次の特徴としてどんなのが分かりましたかっていうと、冬のチャリンコで意外と使えたんですよ。で冬のチャリンコってね、まあ大体、まあ、冬も夏もそうなんだけどチャリンコってこの姿勢なんですよ。でこの姿勢になってる時とかってよく冬場背中見えてる人いてるじゃないですか。でまだね子供とか女の人の背中やったらまあまあまあ見てても汚いもんじゃないけども、30超えたおっさんの背中見たくないじゃないですか。でましてやここにねちょっと毛が生えてたりとかね、ちょっとできもんできてたりしたら見られても恥ずかしいしね。でこのジャケットに関してはそれがないんですよ。でなんでそれがないのっていうと、この Y ジョイント袖っていうね、まあ細かいことはどうでもいいんやけども、手をこうやって上げた時に裾がついてこないんですよ。普通のジャケットってこうやって手あったら一緒に服もこうついていくんやけども、それがついていかないようなカッティングがされてるんですよね。でそれをね Y ジョイント袖と言うんですけども、袖をこう上げてもついてきませんよと。普通の服やったらもうこの辺りから一緒にこうやってついてくるんやけども、それがついてこない。だからチャリンコでこう前になった時とかでも裾がこう上がってきにくいっていうところなんで、自転車とか乗っててうわなんか腰寒いなとかっていうのがねこれは起こりづらいんですよ。やっぱ意外とねチャリンコ乗る人なんかはいいかもしれないです。でね他のフリースとかって、例えばこういったフリースってもう風めちゃくちゃ通すんですよ。てかそもそもフリースって風通すもんやからそうやねんけども、じゃあそれやったらお前チャリンコ乗ったらめっちゃ寒いやんけって思うじゃないですか。でこれに関してはね、このフリースの内側にラミネート、このまたさらに中にあるんですけど、これメッシュじゃないですか。このメッシュとフリースのモクモクしたその間にねラミネートが貼られてるんですよ。でラミネート何のために貼ってんのっていうと、こう風を入ってこないようにするためにフリースの唯一の弱点であったこう風を通すっていうのを止めてあるんですね。だからチャリンコこいでても真冬でビュービュー風通ってんのに全然寒くないんですよ。でなおかつ腰もこうやって見えてこへんから、意外とこれチャリンコで行けるじゃないですかっていうことで、駅までね通勤の時にチャリンコを使ってるとかね、ちょっと駅から僕離れてるんですよなんていう人はね、これを着用してれば駅の駐輪場まで安心して行けると。でねたまに僕の視聴者さんには行けないんやけども、駅の近くのマンションとかに無断で止める人いてるじゃん。あれはダメですよ。僕の家とかも結構駅近いから無断でチャリンコ止めてる人いてるんですけども、僕らその人知って
ってますよ、ずっとこうやって見てますからね、まあ、僕の視聴者さんにはねそういう方いてないと思うんですけど、それ注意してくださいと。次はね、レトロ X のレビューで結構あるのが、意外と思ってるよりちょっと硬いですっていうレビューがあるんですよ。でね、この硬いですっていうレビューって硬いから着にくいんかなと思うじゃないですか。でそれもね、着にくくないんですよ。あれなんでなんかなと。硬かったら普通着にくいで、レザーとか考えたら分かるけど、めっちゃ着にくい、最初は着にくいとかってあるじゃないですか。だけどなんでじゃあ着にくくないんですかっていうと、まあ、特にさっきのワイドイントツと一緒なんですけど、そもそも生地のねカッティングの仕方によってこう動かしやすくできてるので、生地自体は硬いんやけども動くのには何の問題もないということになってるんですよ。まあ、なので裁断の段階でもう考えられてこう裁断されてると。裁断ってこうパーツごとになるんですよ。前身頃、袖みたいな感じで全部パン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 って分けられてるんだけど、その段階でもう動きやすいように計算されてると。でも硬いのなんでなんと、フリースってこう柔らかさやのになんで硬いのっていうと、さっき言ったこの裏生地と表の生地の間にラミネートされてるんで、そのラミネートがね硬いんですよ。そこはまあ仕方がないというかね、防風にする性質上どうしてもこう硬くなっちゃうんですけど、なんかあれ、なんか俺のフリースだけちょっと硬いなとかって思って、あ、不良品かなとかっていうことはそうじゃなくてね、ちゃんとラミネートが入ってるから、あ、硬いんだなということを分かっていただけると思います。そしてね、2年間使って分かったことと次のやつでいきますね。でこれ何かというと、めちゃくちゃガシガシ切れるんですよ。でもガシ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 切っていって、洗濯とかもこう洗濯表記とか見ていただければね、あんまりね高温でできないっていうのはあったりするんですけども、洗濯機で洗濯することもできるって書いてあるんで、こう洗うのとか取り扱いが別にナーバスならないんで、僕の場合も洗濯機にそのままぶち込んじゃってるんですけど、まあ、それでも特に問題ないかなと思います。ただこのホワイトのやつというか人気のカラーのやつって結構汚れとかが目立ちやすいかもしれないんで、デニムなんかと一緒に洗うとねほんまに色移りしちゃうので、まあ多分単体で洗われた方がいいと思うんですけど、僕はこれも別にねパープルやから色移りとかないんで、もう全部他のやつと一緒に T シャツとかも全部一緒に洗ってるんですけど、それぐらい洗いやすいと使いやすい扱いやすいということになってるんですね。で次行きたいなと思うんですけど、これね、あの僕の動画ね、パタゴニアの店員さんを見てくれてるんですよ。とある店舗のパタゴニアの店員さんが拓造さんの動画見てお客さんに提案するとき参考させていただいてますってあの DM 来てましたんでね、あんま適当なこと言ったりしたらダメですのでね、引き続きちゃんとあのやっていきたいなと思うんですけども、ではね次分かったこと何かっていうとね、レイヤーちゃんができるっていうことなんですよ。でレイヤーちゃんって何かっていうと、こう重ね着なんですよね。例えば今とかやったらこうやって長袖の上にパンって1枚だけ羽織って、これやったらまあ10月とか、11月とかでちょっと紅葉行こうかぐらいで、まあ、この程度でいいと思うんですけど、12月でちょっとイルミネーション行こうかってなった時はこれではちょっと寒いじゃないですか。でそういう時にじゃあどないするのということになったらですね、中にこんな薄手のねインナーダウンを挟んであげることによって着れるようになってます。でね、それは勝手にやってるわけじゃなくて、このパタゴニアのレトロ X 自体もそういう企画で作ってるんで、あえてこう身幅に余裕持たせたりしてるので、こう着込んでいったりとかこう重ね着していったりして、いろんなねあのシーズンに対して合わせれるようになってるということなんですね。で普通フリースの中にねインナーダウン着るって、まあ邪道っちゃ邪道どうなんですか、普通の着方じゃないんやけども、ただこれに関しては防風ジャケットなんですよ。で防風で一番外を守ります。家と一緒、家で外壁で風を守っていきます。で中で冷暖房して快適な温度にするのと一緒で、まあ、中でこう冷暖房していくって考えたら、このフリースに関してはね、普段フリースってこの着方するのおかしいんですよ。風通すのにインナーダウンって何すんねんって話なんやけども、このレトレックスに関してはね、この着方ってめちゃくちゃ正解やなって僕思ってるんですけどもね、まあ、こういったインナーダウンを重ねてあげればもう12月ぐらいとかでも全然いけるんちゃうかなと思います。まあ、場所によりますよ。その山のとことか寒いとこ行ったら話変わってくるからあれなんですけど、まあ、僕みたいなねあのシティボーイの方とかやったらもうこれぐらいでね冬場いけるんちゃうかなと、12月ぐらいやったらね、1月2月は厳しいけどと思ったりはしてるんですけど、どこがシティボーイやね、めちゃくちゃ田舎やないかと、歯抜けたじいさんその辺チャリンコで走るやないかって感じたんですけども、まあ、歯抜けた、素晴らしい街にね僕は住ましていただいてるんですけど、そんなことによって、まあ、レイヤーができますと。でまあこれはね今インナーダウンやったんですけど、パーカーも一回着てみましょうか。例えばですけどね、こう肉厚めなパーカーを一回ちょっと着てみましょう。まあこのように特に問題なくねこうやって重ね着がねできるんかなと思うので、まあこれも12月ぐらいだったら全然いけるでしょうね。でねこれ今見てあげてる方ね、あ、こんな着方もできるやん、インナーダウンもできるしパーカーもできる、あ、めっちゃいいやん、でも着こなし方どうしていいってんやろ、どういう色の合わせしていったらいいやろって思ったりするじゃないですか。でその時にね、僕以前視聴者さんから着こなしコーデの仕方っていうのをスナップ動画作らせていただきますので、今ここに出てると思いますけども、この動画を見ていただければね、そうやってパタゴニアのレトロ X で合わせていったらいいんやなっていうのをね分かっていただけるかなと思いますので、その参考にしていただければいいかなと思います。ということで、でねとは言いながらもね2年使ってねやっぱ微妙なところもあるんですよ。で何が微妙なんかっていうと、いかにもこうパタゴニアが作ってます、アウトドアブランドです、あったかいし防風、あ、めっちゃ機能性あるやん、ほんならキャンプとか使おうかなと思うじゃないですか。でキャンプとか使おうかなと思ったりしたら、意外とそういうところは向いてないんですよね。でなんで向いてないのっていうと、やっぱりこういうね
フリースのモコモコしたやつって飛び火とかそのキャンプの焚き火とかってもうすぐ穴開くんですよ。だからまず火とか炎に向いてないっていうところもそうやし、でそれ以外にもやっぱり防水じゃないんでね、こう濡れちゃうとベチャベチャなるんですよ。だからこう意外とアウトドアで使うんかなとかって思ったりするんだけど、天候がいい日とかやったらねもちろん使えたりできると思うんですけど、まあ、天候がどうなるか分からへんとか、ちょっと長めのね、1週間ぐらいちょっと行くとかやったらどうなるか分からんじゃないですか、通り雨を踏むしね。ほんならやっぱちょっと防水じゃないしなとか、ちょっと火弱いしなとか、キャンプするときでいやどうかなとかって僕は個人的に思ったりしてるんですけど、その辺もねなんか雑誌とか見てたらこうキャンプでね使ってるとか見て、あいいな俺もちょっとキャンプで使ってみたいなと思うじゃないですか。いや騙されたらあかんやろ、これ火弱いし水浸透するしって考えたらこれ意外と待ちようやなと思ったりしたんで、ね、まあそんなところお話しさせていただきました。ちなみにこのレトロ X って今の段階では全然在庫あると思うんですよ。今現在が8月のお盆中に撮っておりますので、お盆中であれば全然問題ないんやけども、だいたい10月ぐらいから本格的にちょっと寒なってくるじゃないですか。そしたらもうなくなってます。特に人気の色はなくなってる。だからちょっとまだ暑いねんけどなっていうぐらいが人気のアウター買うのにはぴったりな時期。だからいつが買い時ですかって言われたら、ちょっと暑いけどまだいいんですかねなんて言ってる時が買い替え時ですのでね、皆さん見ていただければなということで、本日はですねレトロ X を2年間着用してみたいという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。